い、皆様こんにちは。家族収納の赤久ゆりです。今日は冷凍庫の収納をご覧いただこうと思います。皆さん、この冷凍庫っていうとどうしてもね、長期保存できそうな気がして、何でもね冷凍しておけばいいやっていうことで、どんどん詰め込みやすいものの一つじゃないかと思います。そしてね、冷凍庫っていうと自分で作ったものもあれば、買ってきたものもあると思うんですけど、市販で売ってるもの、袋に入っているものは結構持つものもあるんですけど、やっぱり自分でねこう調理したものなんかは大体やっぱり家庭用の冷蔵庫っていうのは霜もつきやすいですし、そういったものは 2,3 週間ぐらいで食べきっていただく量を置いていただくっていうのが目安かなというふうに考えています。冷凍庫っていうのはね、冷蔵庫と一緒でこう面で見て何がねどこに入っているのかっていうの、そして在庫のね数っていうのもきっちりね把握できるような収納にしていくことがポイントなんじゃないかなというふうに考えていますので、今から見ていきたいと思います。それではスタート。家族収納チャンネル、はい、ここが我が家の冷凍庫の収納になります。まずねちょっとね見づらいので引っ張ってみますね。こんな感じにね上の段からご紹介していきます。まずこの、使っているケースなんですけど、これはセリア100円グッズのねセリアのものです。これを3つね並べてるんですけど、これ何かっていうと、こういう仕切りのケースがあった方が種類ごとに分けやすいんですね。なので私の家ではこことここが、アイスクリームの場所です。なのでアイスクリームを買ってきたらこんな感じで箱から出してね収納するようにしています。みんなね取り出しやすいですね、こういう感じで。で、ここのエリアが大体主食エリアです。でここがね、冷凍のうどんと、ちょうどねぴったり入ります。冷凍のうどんと、あとここがね余ったご飯です。でもともと冷凍するときにいろんな形に冷凍してしまうと収納しづらいので、私はこの無印良品の整理ボックスっていうものを使っていて、この中にこういう感じで詰めて冷凍しているので、形がなんとなく大体、大雑把なので、すごく綺麗ではないですけど、大体ここに収納できるような感じで、いつもこのケースもこの中に収納しています。でこちらは同じ無印良品のちょっとねサイズの違うものです。同じ種類のケースなのでここにピタッと入りますね。そしてここにね、使っているのがこれもね無印良品の仕切りです。こんな感じになってるのかな。そう、こうやって仕切りがあるんですよ。なのでここの中にこうやってね、保冷剤を立てて収納しています。でね、すごい可愛いんですけど、これもねセリアのやつです。私お弁当とかね子供に作って入れる時にこれをね使ったりしています。で、この下ですね、下はこんな感じになっています。全体がね、で、だいたいちょっとエリアとしてはここら辺が、食材です。食材、ね、まずこの辺りもね全部ね私冷凍してるんですよ。買ってきたものとかをこうやってね冷凍したりとか、あとほうれん草とかであるとすぐに食べれるので、玉ねぎもちょっとこうやって買ってきて、たくさんね買ってきた時はこうやって冷凍切って冷凍しておくと、味噌汁とかにポイポイって入れれるのですごい重宝しています。子供たちが、食べれる、よく食べるコーンとかね。あとはここは油揚げです。油揚げもたくさん買ってくるので、1週間にだいたい1個なくなるんですけど、意外に賞味期限が近いんですよ。だいたいこんな感じでいつも切って冷凍しておきます。最初は冷蔵保存してるんですけど、途中で賞味期限が近くなってきたらこんな感じで冷凍しちゃいます。あとはねこれすごい便利、パン粉ね、料理にいろいろ使ったりしますし、一袋全部使い切れない時がありますよね。なのでこうやって冷凍するようにしていて、このままパン粉をつけて揚げ物したりとかもできるのでとても便利ですね。このケースなんですけど、これ全部セリアの商品です。最初こういうラベルがついてるやつですね。
そう、すごい便利で、よく使ってますね。で、ラベリングはここにパン粉っていう感じで全部上から見下ろして分かるように表示をしています。で、例えばですけど玉ねぎとか、これはいつも玉ねぎがあるわけじゃなくて、たくさん買ってきた時によく入れる食材なので、今週は玉ねぎなんですけど、薬味ネギの時とかもあって、これはペロって剥がして入れ替えたりとかしてます。はい、なので日によって違います。今週は玉ねぎをね、たまたま保存してます。そしてこっちのエリアなんですけど、ここは私が下味冷凍をしてある食材たちです。例えばね、魚の照り焼きとか、なんかいつもある麻婆豆腐のね、解凍してね、すぐ食べれる、別の回でね、ご紹介しているので、よかったらね、ご覧ください。こうやって、あ、ちょっと怒ってるから一回閉めますね。あと奥にね、行きます。で、奥にね、行くとパッと見てわかるように食材を全部立てて収納してるんです。もしね、これが寝てね、こういう感じで積み重なっていたとしたら、本当に下に入っているものっていうのが何が入っているのかよくわからなくなってしまいますので、必ず収納は立てていただくことを、ね、おすすめします。そして例えばこういう、食材なんですけど、こちら側だと賞味期限がいつなのかがわからないんですよ。なので賞味期限がね、わかるように、ここね、見えるように、立てて収納していただくことをおすすめします。ただこの賞味期限が袋のこういったね、側面に書いてあればいいんですが、例えばこの焼きおにぎりとかだとここに書いてあるんですよ。で、これちょっと上向けて収納するって言ってもね、上見ても書いてないのでわからないですよね。で、そういった場合はここにね、マスキングテープで日付を書いておくんです。そしたらここを見れるので、いつもね、目にするので、あ、ちょっと近くなってきたら食べようかなっていう風に、ね、意識することもできますね。このようにちょっと見えないところに書いてあるものは、こういう風に上にマスキングテープで書くようにしています。そしてここに収納しているものが、これ無印良品のブックスタンドです。こういったものがあると食材が倒れないので、こうやってね、上手に自立してくれますね。このちょっと手前にあるのも、ここに実はブックエンド、これはセリアのブックエンドですね。こういったものをキュッと、ね、していただくと、こういった、ね、ケースとかも倒れないで自立してくれますね。なので、このね、空いてるところに他のものを収納していくことができます。で、こちら側なんですけど、ね、これはね、アイス枕とか、ね、こういうのね。あとは、ね、これは、ソフトタイプの保冷剤です。これがちょっといくつかあるんですけど、そして、このね、下にある仕切りが、これが、セリアのものです。ね、ブックスタンドかな。ね、これは伸び縮みするので、中に入れたいものに合わせて変えていただくことができるものになります。これをこれを、まあ、こんな感じでここに入れていますね。こんな感じで、そうすると綺麗にね、収納できますね。こんな感じです。で、パッと見てね、何がどこにあるのかっていうのがね、上も下も分かりますので、これだったら自分だけではなくて、お子さんはアイス取りたいって言ったら、もうここからパッと取ってくれたりするので、お母さんがいちいちね、ここに来て、あ、ここにあるよって言わなくても、みんなね、分かりやすいんじゃないかと思います。ぜひお試しください。はい、今日は冷凍庫の収納をご覧いただきましたけど、いかがでしたか。冷凍庫っていうとね、どうしてもこう積み上げてしまったり、いつまでもね、保管できるような気がして、食材が溜まりやすい場所の一つだと思うんです。ただですね、先ほど見ていただいたように使いやすくなるポイントがいくつかありました。で、全部でちょっとね、まとめてみようと思うんですけど、3つあります。で、1つ目のポイントは、まずね、カゴとかを使って種類ごとに分けていただくことです。
そしてブックエンド、ブックスタンドなどを使って食材をこう立てて収納をしていただくこと、まあ、これをやっていただくと種類も何が入っているのかっていうのが分かりやすくなりますし、こう使いやすくなります。そして2つ目のポイント、2つ目は食材をエリアごとに分けてあげることです。見ていただいて分かるように、この辺りが主食だな、この辺りはアイスクリームだな、ここは加工食品っていう感じで分かりやすくなっていたと思います。家族もパッと見で、ね、一目瞭然で何がどこに入っているのかっていうのが把握しやすくなるので、みんなが使いやすい収納になってくると思います。そして3つ目のポイントは、賞味期限切れのものをなくすために上に書いてあげることです。これやっていただくと、もうすぐね賞味期限が切れるんだな、じゃあ早めに食べてしまおうっていう風に意識することができるので、そのまま知らずにね過ぎてしまって捨てることになってしまう、そういうことを防げますので、ぜひね簡単なのでマスキングでポッとね書いて貼っておいていただくといいと思います。この3つのねポイントを守っていただくと、すごく使いやすい、無駄のない収納になってくると思いますので、ぜひお試しいただけたらと思います。今日の動画が良かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。